ダーレンヒルズでの戦いを終えた王国軍は、王都パルティナの奪還を守備の手薄な王都北側フラム穀倉地帯から行うことを決定した。ここからフラム穀倉地帯へは険しいレネシー山脈を越えなければならない。がその中腹には悪名高いオルテガ山賊団が根城を構えている。山岳地帯を進む王国軍の前に屈強な山賊団が立ちふさがる。姫様、いよいよレネシー山脈です。ここからはかなり険しい山越えが続きます。どうかご容赦を。ここを越えたらパルティナまであと少しなのね。石膏の情報だとこの先に山賊の砦があるらしい。避けては通れないの？無理だな。峠を塞ぐような位置に砦が築かれてるんだ。それにどうやら向こうもやる気満々みたいだぜ。うわあ、ありゃさっきの賞金首の王女様じゃねえか。お宝が向こうから来てくれるた、こりゃついてるぜ。でもこの間あいつらにやられたばかりでしょ。大丈夫かな。バカかおめえら、ここでおとなしく引き下がっちゃ山賊王の名がなくってもんよ。さすが親分。さあ仕事の時間だ。たっぷりお返ししてやるぜ。おう。
Thank you.
Let's go!
む。よし、道は開けたぜ。今のうちに前進しましょう。頂上か。いえ、まだ中腹あたりかと。まだ上があんのかよ。頑張って。パルティナに着いたらあなたはお城がもらえるのよ。そうだったな。よし、もう少し頑張るか。姫様、そのお話は初耳ですが。なんでもないわ。